テイクバックでは、右足に重心を置いて。P4 では右足体重で、P5 では左足に重心を移動し、P6 では右足体重で、インパクトに向かう。インパクト以降は左足に体重が移動している力強いスイングである。スイング中に4回の体重移動をしている複雑なスイングである。